has been swept. Closing time and I'm a little tired. It's a long time since I'd slept. But things are moving forward. I'm ready to move on. Heading for a brand new start at the break of dawn. Here I come, you better watch out.来ました、イカせん、イカおせんべいって感じ。食べましょう。いただきます。美味しそう、めっちゃいい匂いする。パリパリ系、あ、味がしっかりついてる。なんかおぶんだよな。薄め、でもしっかりイカは入ってる。じゃあ、あの帰るとき、いいよ。イカが、いや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 、一匹もいなかった。イカがおらん。ここでイカ釣りができるみたいで、釣ったやつをその場で食べれるみたいな。そう、スルメイカ。イカがしけてて、ただ今日は本日、イカしけてるの船が出なかったやつ。うわ、めっちゃショック。何にもいない、餌のエビだけ。美味しそう。カニクリームコロッケ、なんかここは結構有名で、なんかね、身が入ってたって、クリームが入ってたって。これだけのためにこのお店に、食べたすぎて。テイクアウトもできるみたいだけど、今はなんか暑さでかな、食中毒警報で、食べれないから、ここだな。いただきます。やば、もう、なんじゃこりゃ。汁入ってる。私の知ってるカニクリームコロッケじゃないかも。うわ、めっちゃうまい。やばいね。美味しそう。いただきます。カニ、もうカニ、カニコロッケ、クリームじゃない、やばいな、めっちゃ美味しそう。ソースとかいらなさそうやもん。うわ、美味しそう。カニの旨味がなんかギュッてなってる。すごいな、旨味がめっちゃ濃い。カニの味が美味しい。そう、おしゃれな雰囲気がすごいあって、めっちゃいい感じ。
なんかおじさん映ってきたし。特塩の塩ラーメンが来ました。アジサイさんに飛び込んだ。うん、飛び込んじゃった。見つけてしまった。そう、なんか教えてもらっててずっと行きたかったんだけど、やっと行けた。やばい、つい衝動的に来てしまった。本当はね、本店行きたかったんだけど、私たちはね、もう塩ラーメン大好きだから、やっと来れたね。近くにあったから食べていきます。美味しそう、透き通ってる。今まで入ってるの？湯がね、浸ってきて、なんかいい感じ。好きな塩、うん、好きなやつや。絶対好きなやつやん、透き通ってるもん。塩ラーメン好きにはたまらんな。結構いい塩梅。結構自分たちが行ったとこばかりたまたまそうなのかもしれないけど、北海道の塩ラーメン、こってり系が。あ、そうなの、多かった。たまたまかもしれないけど、結構これはここ美味しい。あっさり系で、でも味しっかりしてて、そう、味がめっちゃしっかりしてるのに、あの、なんていうの、くどくない。歩いてたら見つけました。日本最古のコンクリート電柱、すごい。ドゥン、ちょっと四角い。すごい、だいぶ年季が入ってる。うん、函館の街は歩くと面白いね。いろいろあるから。この電柱とからつながってるさっきの電柱が夫婦電柱っていうらしい。たまたま見つけました。髪の毛黒くしたんです。気づきました？ライブ中か。わがなとデートに使っていいよ。誰も使わない。函館市地域交流まちづくりセンターに到着しました。ここはね、世界最古、日本か、日本最古のエレベーターがあるらしくて、視聴者さんがね、ちょっと見てみたいって言ってくれて、おすすめを言ってくださったので、そう、行ってみようということで行ってきます。東北以降最古のエレベーターだそうです。すごい、1000キロ乗れるんだって。すごっ。今のエレベーターより加重できるんじゃない？はーい。あー、すごい。おお、手動。すごい。うん。え、申し訳ないですけど、1回の計算の方で、この前と骨の先、1回の時に、すごいね。なんかレトロな雰囲気がある。うん、めっちゃレトロ。うん、なんかもうこのチーンってなるやつがおしゃれ。あ、そう。勝手につけちゃった。ゲージは元で。すごい。で、昭和9年に作ってるやつ。昭和9年。すごいね。一回昭和5年に設置してるんですけど、昭和9年の体感でなんか焼けてるんですよ。そうなんですね。でその焼けたんで新しく付け直してるんで、昭和9年設置になった。なるほど。あ、すごい、手動で開いちゃった。今も先ほど片道運転だけになってましたんで、今回から開館っていうの。わかりました。ありがとうございます。完成状から見たら、ありがとうございます。すごい、手動だよ。ここ本当にもうだからってね、さっきまで開け閉めしてた。ここからスタートがまず手動なんですよね。なるほど。で、これがスイッチなんです。電気のモーターのスイッチを人の手で駆動させるっていうところから手動式なんです。U と D、アップとダウン。あー、なるほど、なるほど。ハンドルを持ってくると上がって、奥に倒してあげると動いてくる。今上がってるんですか？まだ。あで、これから動かします。ちょっとガタンになります。はい、動かします。すごい、ハリーポッターや。これがここに来ると2階の部分。すごい、感じにスイッチを止めると、すごい、結構そうです、はい、行きます。で、5階まで上がります。すごい、4、すごい、はい、書いてる、ちゃんと
これ書いてないどこにいるか分かんないんです。あ自分がすごい。あこれ奥に入ってあるので若干心配するところにターサーがあります。すごいターサーです。はい、ありがとうございます。わーすごい面白い。はい、ありがとうございます。あ、本当だ。5になってますね。ありがとうございました。ありがとうございます。なんか、うん。4になってる。3。シュールだね。ガチャーン。You were the type that eclipsed the room. I was the one who arrived too soon. But no one would ever bet against us.If they saw us exchanging glances, I was too busy. なんか変な人いる。八幡坂に行きたいのにさ、うん、全部登らんと景色が見えないらしい。今来たとこが一番すごかったな。見えない下が50度ぐらいあった。50度傾斜50度ぐらいあった。すごいよ50は。こんなんやった。今日歩いたな。疲れただいぶハード。登るなんて言わなきゃよかった。景色を見るためや。そうや、うん、車で行くことをおすすめします。間違いない。すごい街並みだね。うん、だからヨーロッパっぽいところもあるし、バーの雰囲気もあるし、レトロだね。うん、皆さんに八幡坂の景色をお届けします。ここからの景色です。どうぞ。これが八幡坂の頂上です。すごい、ラッキーピエロと長谷川ストア。セコマみたいな、うん、セコマのあれ系列だよね多分。すごいなんか破壊力のある看板。派手なの、うん、楽しいね。この辺り歩いてるといろいろあるから面白い。今から ご飯を夜ご飯を食べる、結構遅めの時間だとね安くなってるね。うわお得。あと1時間に閉まるから、だから安くなってそうな気がするから。はい、はい、海鮮市場。そう、夜ご飯。マジか。1パックで1000円だって。やばない。え、全部迷っちゃう。エビ食べたい。エビ食べたいから今日の夜ご飯。めっちゃ美味しそう。ラスト1個。うわー、ボタンエビ。こんなくるも凍れてるけど。凍れてるけど、凍れてるけど、何だ。味変わらんやろ、倒れてきて。もちろん、もちろん。でも、これで1300円だよ。え、これ1個1300円。そうだよ。北海道産生サーモン。もう、そうする。これにするか。うわー、お得だよ。安いな。これで1000円。そう、お寿司と、うん、何、海鮮サラダ。海鮮サラダと
って700円、800円、500円です、お得、お得すぎる、嬉しい。お寿司なんか1個1000円以上のやつするする。本当は本マグロにしたかったんだけどね、量がちょっとね、うん、嬉しい。夕食ゲットです。夕食ゲット。しかもね、ずっと買いたくて買えなかった、なんか食べたかった、このトカチのカタラーナも買いました。カタラーナや。うちらカタラーナ大好きでね。うん。買いました。買っちゃった。今の夜が楽しみだ。今からエニタイムで頑張って、はい、トレーニングして、おそれで、道の駅行って、道の駅に行って、帰りましょうか。はい。行ってきます。行ってきましょう。今からジムに行って、トレーニングとお風呂に行ってきます。30分だけでいい？うわ、え、そんなぬるいことを言ってるの？え、疲れちゃったけど。おいおいおい、痩せるんじゃないのか。背中と腕だけ。今日いっぱい食べたでしょ。足いっぱい歩いたもん。ウォーキングの分をいつものジムの、うん、そう、今日歩かない。もう足が痛い。いつも30分歩いてるもんな、うん、ジムで、うん、行きましょうか。とりあえずはい、行きましょう。頑張るぞ。おー、美味しそうだ。美味しそう。北海道産サーモンと、函館までお寿司我慢しすぎ。サーモンと、ボタンエビと、何だっけ、カルパッチョ、海鮮カルパッチョ丼みたいな。サラダ。サラダか、うん。美味しそうです。食べよう。食べよう。なんかこれが何なんやろな。これな。エビの卵かな。謎の、なんかつぶつぶしてる。エビ握りの中に入ってた、紛れ込んでたやつ。なんだろう。でもこれもついてる。ちょっと謎です。食べてみよう。食べてみよう。いただきます。いただきます。じゃあエビちゃん食べようかな。わー、美味しそう。いいですか。行きましょうよ。エビいただきます。すごい。お持ち帰りでこのクオリティ。美味しい。この3つで1000円やから、ね。いただきますね。めっちゃプリプリなんやけど、頑張ってよかった。トレーニングはまた、うん、お結局やった。いただきます。うん、うん、うん、おいしい。プリプリ。ちょっと鮭も食べちゃおう。サーモン、サーモン、うん、うん、いただきます。おいしい。生サーモンね。うん、うん、車内で食べれるんでかいな。ちょっとこのプチプチ食べてみようかな。うわ、うん、いる？大丈夫。無理なやろ多分ヒロちゃんこれ、うん、なんか緑？青？なんだろう。初めましてだけど、いけるかな。いただきます。うん、なんだ、味ある？味はそんなない。うん。臭くもない。あ、そう。うん。何の卵？普通の子ほどプチプチしてなくて、うん、トビコほど硬くもなくて、うん。トビコかな？緑いトビコ？ありますか？緑いとびこって。はじめましてやった。緑いとびこ、ね、美味しかった。あ、美味しい。うん、美味しかった。普通にプチプチしてて美味しかった。カルパッチ美味しい。そう、うん、いやもうちょっと海鮮嬉しいな、うん、久しぶりじゃないね。なんかね、今日いっぱい丼横丁とかはあったんですけど、なんかやっぱお店で海鮮は食べ過ぎてるなと思って、うん、テイクアウトでできるものでね、ちょっと食べたいねって言ってたんで、うん、今日はお寿司をお持ち帰りに来てよかったね。めっちゃ美味しい。しかも3つで1000円だからね。
うん、今日はいろいろ回ったね。ちょっといっぱい行ったよ。足がパンパンになった。うん。でもすごいなんか函館を歩いた方が回れるのが、うんうんうん、だから楽しめると思った。全部徒歩圏内やるもんね。うん、ある、あの港の方はね、うん、もしかしたら結構上位かも、やっぱ函館。うん。うん。なんかね、シンプルになんか観光がすごく楽しかった、うん、今日。めっちゃなんか。しっかりしてる観光地っていう感じ。そうそうそう、すごい楽しくって、うん、なんか旅ってよりかは観光って感じね。函館だってだいぶ楽しんでるよね、うん、最後やから余計思い入れもあるし、ね、なんか北海道離れたガタすぎて楽しもう楽しもうってなって、動画のこととか忘れて普通に。そう、本当になんか撮影してるけど、撮影してる気まあその分クオリティが落ちてるのかもしれないんですけどでもすっごい楽しくて最高の函館観光でした。北海道大好きになって多分来年来ますいるんや。いや、もう来年、まあ言ってね、避暑地やからそんな感じなんですけど、まあ、ちょっとそれを目標に頑張ってやりたいよね、うん、なんで北海道の方はぜひ期待していていただけたらと思いますまた押しかけるかも。そう、こんな感じで今日は終わっちゃいましたけれども、うん、結構いろんな箇所行ったから、うん、あのちょっと浅く広くみたいになっちゃったかもしれないんですけど、そう、ね、そう、ね、尺の都合もあって、でも逆に言うと1日でそれだけ回れるんだよっていうのが、うんうんうん、しかも歩いて、うん、行けるんだよっていうのが分かったかなって、ね、うん、思うので、ぜひ函館観光 の、 あの、ね、スポットの一つにどこか入っていただけたら嬉しいなと思います、うん、はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。The look you had upon your face when I said goodbye.